はい、今回はガレージバンドを使ってキーの変更する方法を解説いたします。まずオーディオトラックを作成します。そしてこちらのオーディオトラックに、オーディオ楽曲を取り込みます。一度聞いてみます。こちらの、楽曲のキーを変更していきます。こちらのオーディオをダブルクリックします。そして、こちらをオンにして、そうすることで、こちらのトランスポーズを変更することができます。キーをプラス1してみます。プラス1半音を上げた、オーディオを聞くことができます。このような形でこちらを変更することで、楽曲のキーを変更することができます。マイナス1してみます。プラス2してみます。マイナス2してみます。ぜひ皆さんも試してみてください。